株式会社イカリスーパーマーケットは、兵庫県天ヶ崎市に本社を置くスーパーマーケットを経営する企業である。近畿地方では高級スーパーの代名詞的な存在であり、阪神地区、神戸市地区、大阪市地区、北節地区を中心に展開している。1961年、兄の経営する洋菓子卸し業を手伝っていた創業者である雪光博士が、 スーパーマーケットの企業を打診されて創業し、塚口に第一号店を出店する。神戸に近い立地を生かし、輸入食材を積極的に仕入れ、怒りに行けば珍しいものが手に入ると言われるようになる。また、オリジナルの食材の製造にも、積極的で、独自でフランスパンの製造したのを皮切りに、 イカリブランドの商材を多数販売している。兵庫県大阪府神奈川県、イカリスーパーマーケットが自社工場で製造、販売していた冷凍コロッケが和牛肉使用と表面に記しながら、実際にはホルスタイン州の牛民地しか使っていなかったことが発覚。2007年8月10日、農林水産省は日本農林規格法に基づき、イカリスーパーに対して、 表示の是正を指示した。2005年1月から2007年8月1日まで約10万7000個が販売されたとされ、怒りスーパーは8月11日に事実を認めて謝罪した。ABCD 株式会社怒りスーパーマーケット第52期決算、広告神戸っ子。 アーカイブユキミツヒロシ氏のインタビュー記事 http コロンスラッシュスラッシュ kobecco.com スラッシュアーカイブスラッシュ2686公式サイトにおける塚口店の紹介7月27日怒りスーパーの新店が三ノ宮にオープンキスプレス2020年8月30日閲覧コロッケで偽装表示の推奨が改善指導から朝日新聞 ありがとうございます。